皆さんおはようございます。本日も見える旅チャンネルへようこそ。本日は近鉄鶴橋駅に来ております。この駅を利用される方はだいたい近鉄と JR の乗り換えがメインの方多いと思います。出入り口こんな感じになっているの皆さんご存知だったでしょうか。本日はこの近鉄鶴橋駅、怒涛の朝ラッシュ見ていきたいと思います。近鉄全線の中でこの鶴橋駅と隣の今里駅が一番ね、朝列車の本数を見ることができる駅だと思います。なぜなら主要路線の奈良線と大阪線がね、これ平面で一緒のとこを走っておりますので、怒涛の朝ラッシュ本数見ていきたいと思います。それでは本日も見える旅チャンネルスタートです。
Thank you.
本日の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。鶴橋駅で約1時間半撮影してみました。皆さんいかがだったでしょうか。引き続き近鉄の魅力をお伝えしていきます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。